皆さんこんにちは。2008年に結成され、2010年にメジャーデビュー、その後大活躍を続けている女性アイドルグループ、桃色クローバー Z。 メジャーデビューから10年以上経った今もアイドル界の最前線を走ってきた彼女たちですが、最近オワコンなどと言われてしまっているようです。今回はそんなももクロの歴史を振り返りながら、なぜオワコン化してしまっているのか調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。ももクロの始まりは2007年、当時沢尻エリカさんなどの大物タレントが所属していたスターダストプロモーションでアイドルグループを作るプロジェクトが始動しました。そして事務所に所属するタレントの中から選ばれた5人で仮結成されたグループがももクロの前身グループとなります。翌2008年、メンバー変更を経て現メンバーの高木れにさん、玉井詩織さん、桃田かな子さんの3人を含む6人となり、グループ名が桃色クローバーに決定。その年の5月、川崎アゼリアで行われたスターダスト芸能3部オーディションの中で、あの空へ向かってを初披露しました。その後は代々木公園などで路上ライブを繰り返し、地道にファンを増やしていきます。2008年には4人のメンバーが卒業しますが、佐々木彩香さん、早見あかりさん含む4人が加入。インディーズからシングルをリリースしながら、全国のヤマダ電機の店先を借りて全国ツアーを開催し、2009年には有安桃香さんの加入によってメジャーデビュー時のメンバーが勢ぞろいしました。駆け出しの頃は大変だったそうで、桃田かな子さんは当時の苦労を、お手洗い汗で出せよと怒鳴られると川柳にしています。地道な活動を続けた結果、2010年にやっとの思いでメジャーデビューシングル行くぜ怪盗少女をリリース。しかしメディアに取り上げられることはほとんどなく、デビュー当時は一部のアイドルファンにしか認知されていませんでした。同シングルをリリースした際に所属していたレコード会社は売り上げを最優先するため早いペースで CD をリリースする方針でしたが、ももクロの事務所側はこれに反発。より自由に楽曲を制作するため、自由度の高いキングレコードに移籍します。これが功を奏し、楽曲をプロデュースする宮本淳之介さんやライブ演出を担当する佐々木敦則さんとの出会いもあり、ライブ動員を着実に増やしていきました。2010年末に日本青年館で開催したワンマンライブでは見事1200席を埋め、その光景にファンやメンバーが涙する場面が印象的でした。順調に見えたももクロでしたが、2011年に早見あかりさんがグループ卒業を発表します。早見さん卒業後、グループは桃色クローバー Z と改名し、心機一転再スタートを切りました。ライブ MC を担当していた早見さんが抜けたことにより、メンバーのトークやバラエティスキルの不足が浮き彫りになったため、この状況を打破すべく、各界の著名人とのトークバトルや限界に挑戦するライブを企画し、逆境を味方にして成長していきました。さまざまな挑戦を経て多方面のスキルをつけたももクロは、当時アイドルでは珍しくロックフェスに出演したり、騎士団との対バンを経験して多ジャンルからもファンを獲得。2012年にはファーストアルバム「バトル&ロマンス」が第4回 CD ショップ大賞で全国のショップ店員が選ぶ最も売りたい作品の大賞に選ばれ、メディア出演も増えました。その後デビュー後から目標としていた日本武道館公演を成功、年末には「紅白歌合戦」に初出場を果たすなど、2012年は一気にブレイクの年となりました。こうしてアイドル界の最前線を駆け抜けてきた彼女たち、なぜオワコン化してしまったのでしょうか。シンプルに年齢の問題や、ライト層だったファンたちは新しいアイドルたちへ推し変していったりなどの理由も考えられますが、ももクロにはこれまで何度かイメージダウンしてしまう出来事がありました。まずよくファンの中で
まことしやかにささやかれていたいじめ説。ももクロはメジャーデビューしてからメンバー2人が脱退しています。それがいじめが原因ではないかと言われているのです。まずデビューしてわずか1年ほどで脱退した早見あかりさん、脱退理由についてはアイドルの他に頑張りたいと思うものが見つかったからだと発表していますが、いじめを疑われていたのです。というのも2012年7月に早見あかりさんが出席したイベントで高切れにさんに衣装を隠されてライブに出演できなかったり殴り合いの喧嘩をしたと発言したことがきっかけのようです。このことから高切れにさんによるいじめで早見あかりさんが脱退したと勘違いする方が出ました。しかし本当にいじめがあったのならば、お客さんが大勢いるイベントでそのような発言はしないでしょう。実はこの発言は川上明マネージャーの指図によるネタだったようです。実際に早見あかりさんは生配信トークイベントにて現在のももクロのメンバーと共に高切れにさんの27歳の誕生日をサプライズで祝福しており、とても仲がいいことがわかります。この早見さんの脱退を機にももクロは桃色クローバーから桃色クローバー Z へ改名しました。そして脱退したメンバーはもう一人、2018年に脱退した有安桃香さんです。有安桃香さんは脱退理由について22年間の芸能生活から一旦距離を置きたいと発表しました。有安桃香さんは1歳の頃から芸能活動をしており、メンバーの中でもダントツで芸歴が長かったのです。物心つかない頃から芸能活動をしていたため、普通の女の子として生活してみたいと思ったのでしょう。ももクロが5人になってから長い間活躍してきたメンバーなだけに、ファンへの衝撃も凄まじかったようです。そんな中ネット上では有安桃香さんの脱退はいじめだと大きな話題になりました。というのも有安桃香さんはメンバーといてもよく孤立していたからだと言われています。確かに有安さんは他のメンバーが騒いでいる時でも一人でいることが多かった印象があります。そのためハブられていたのではないか、いじめられていたのではないかとの声が浮上したのです。しかしこのことについて有安桃香さん自身が皆と壁を作っていたと語っていました。先ほどお話したように有安桃香さんは幼少期から大人の中に混じり芸能活動をしていたため精神年齢が高く大人びていました。そんな有安桃香さんは芸能界は上下関係が厳しい世界なので、芸歴が全然違う他のメンバーに対してどう接していいのかわからなかったのだそうです。楽屋にいてもステージにいてもオンオフがなく、常にはしゃいでいる他のメンバーを見てノリが合わないから一歩距離を置こうと思ってしまったんだとか。そんな有安桃香さんに対して他のメンバーも距離を感じ、もっと輪の中に入ってきてと指摘したそうです。なんと有安桃香さんのために2時間全員で話し合いが設けられたと言われています。孤立しそうなメンバーがいても放っておくことなく仲を深めるために話し合いをしてくれるなんて素敵なメンバーですよね。その話し合いにより輪の中に入ろうと自ら決心したという有安桃香さんですが、壁をなくしたらみんなといる時間が本当に楽しかったと話していました。このことからいじめによって脱退したわけではないことがわかりますね。メンバー脱退後も新しいメンバーを迎えることなく活動を続けているところを見ても、これまで活動してきたメンバーを大切にしているように感じますね。その絆は深いものだと思います。このようにももクロの評判が下がったいじめ説は噂に過ぎなかったことが分かりましたが、この2人を推していたファンたちが脱退を機に離れていってしまったことも考えられますよね。また他にもももクロにはイメージダウンにつながる出来事が起こっています。それはメンバーの結婚、
2022年11月にももクロの最年長メンバーである高木れにさんが当時北海道日本ハムファイターズに所属していた宇佐美選手との結婚を発表。結婚発表時、高木さんは宇佐美さんとは2年前からお付き合いをさせていただいております。どんな私も受け入れてくれる大きな心だったり優しさだったり居心地の良さに惹かれて、この人とだったらずっと一緒にいたいなと思いましたと語り、推しと結婚としても話題を集めました。しかし2023年12月14日高木さんはグループの公式サイトで離婚を報告。宇佐美さんと出会えたことはとても幸せでした。お互いにより良い人生を歩んでいけたらと思いますと綴られていました。実は高木さんは結婚後も周囲に、結婚しても絶対に辞めたくない、結婚する私も受け入れてほしいと訴え、アイドル活動に邁進する覚悟を示していました。しかしこの覚悟が夫婦のすれ違いを生んでしまっていたようで、関係者の話によるとお互いの仕事のために別居婚を選んだ形ですが、宇佐美さんはトレード移籍、慣れない新天地でプレッシャーのかかる日々に支えてもらいたいという思いも強くなっていたとか。一方高木さんは批判を覚悟しながら結婚後もメンバーとして在籍する道を選んだだけに、ももクロを辞める選択肢はなかったと語っていました。アイドルとスポーツ選手の妻を両立させることはなかなか難しかったのですね。さらに今年の1月11日にはももクロのリーダーである桃田加奈子さんがキンキキッズの堂本剛さんと結婚したことを発表しました。アイドル界のレジェンドである2人の電撃結婚に世間は騒然となりましたので、これは皆さんも記憶に新しいのではないでしょうか。2人はこの度、堂本剛と桃田加奈子は結婚いたしましたことをご報告させていただきますと発表。続けて世界の平和を願い、自分たちの今に感謝を込めて一日一日を大切に生きていきたいと思います。皆様のお心が少しでも平安に向かいますよう心よりお祈り申し上げますと伝えました。この結婚にメンバーからの祝福の声はもちろん、匂わせ行為などがなかったこともあってか、世間も好感を持ったようでお祝いの言葉があふれました。しかしやはりアイドルはアイドル、現役のまま結婚ということに違和感や悲しみ、喪失感を抱く人は少なくないはずです。アイドルを続けてくれることは嬉しいけれども、結婚してしまったというとても複雑な心境になる人もいたのではないでしょうか。この2人の結婚を機に離れてしまったファンも多かったはずです。またももクロは握手会などの接触イベントが少なかったり、グラビアなどの活動が少なかったりと、最近のアイドルたちとは少し違う売り方をしていることも、他のアイドルにファンが流れてしまう原因にもなっているのではないでしょうか。実際にメンバーの玉井詩織さんが初のソロコンサートいろいろの大阪公演を6月5日と6日の2日間で行ったのですが、関係者が言うには、端的に言ってかなり厳しい集客です。2日間の公演は共に当日券が販売され、会場を埋めるには至らなかった。キャパシティは2700人とさほど大きくない箱でこれとはとのこと。6月4日に発売された玉井さんのミニアルバム「カラーズ」は6月3日付のオリコンデイリーアルバムランキングで初登場1位を獲得。しかしその推定売上は4090枚と、ウィークリーで1万枚に達するか微妙な見込みだといいます。勢いがあった頃からはどう考えても人気が落ち着いてしまったようです。過去ももクロファンだったという人物は、ここ数年はメディア露出が減ったことやメンバーの結婚離婚などもあり、グループの勢いが確実に下がっている。ソロコンといってもグループ人気は影響するのだから、グループでの集客に陰りが見えれば必然的にソロの動員も苦しくなるものですよ。
そもそも全盛期だって地方では空席が目立ち、東京でしか満員にできませんでしたからね、と語っていました。そんな玉井さんのソロコンサートの状況にアイドル好きからは、アリーナかと思ったらこのレベルの箱で余ってんのか、30歳前後で結婚すればそりゃ下り坂になる、タレントパワーランキング高くても大阪のホールでのライブ埋まらないのか、動員数も再生数もアルバム売り上げもボロボロ、完全に落ち目ルートに入ったなどと揶揄されてしまっていました。最近は若いアイドルたちも頑張っていますし、そろそろ世代交代の時期なのかもしれないですね。ただそんなももクロのことも受け入れてくれるファンが一人でもいる限り、彼女たちはステージに立ち続けてくれるような気がしています。そんな彼女たちが輝き続けてくれる限り、私たちも応援していきたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。